こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はコイン紹介ですね。全部でイタリアのコイン4枚紹介していきたいと思います。1枚目がイタリア、1845年フェルディナンド2世30ダカット金貨 NGC MS60。 2枚目がイタリア、1856年フェルディナンド2世30ダカット金貨 NGC AU55。 3枚目がイタリア、1852年フェルディナンド2世30ダカット金貨 BCGS AU53。 4枚目がイタリア、1564年エマヌエーレ・フィリベルト1スクット金貨 NGC AU53 です。イタリアの1845年のフェルディナンド2世30ダカット金貨 NGC の MS60 になります。1830年から1859年に発行、重量が 37.86g、 98.6% 金の金貨です。こちら大変珍しい金貨で、 NGC の鑑定済みコインがなんと1枚しかなく、 MS60 で当然トップグレードの1枚になります。表面が両シチリア王フェルディナンド2世の肖像、反対面の方が翼を持つ男性が柱の横に立っているということで、柱の上に王冠があって、あと盾を持っているのが特徴になります。フェルディナンド2世、戴冠式は1830年の11月8日で、1859年の5月22日まで在位してました。29年間在位ということですね。別名がナポリ王、あとトリナクリア王ということで有名な王様です。発行枚数は不明なんですが、 NGC の鑑定済みコインが1枚しかないということで、非常に希少性が高いのかなというふうに思います。レターとエッジと呼ばれるコインの側面に文字が入ったものですね。非常に希少な MS 仕上げではなくて MS グレードですね。非常に価値のあるコインだというふうに思います。2枚目がイタリアの1856年フェルディナンド2世30ダカット金貨 NGC の AU55 です。こちらも1830年から1859年に発行された、重量が 37.86g、 98.6% 金の金貨になります。こちらも非常に珍しくて、 NGC の鑑定済みコイン2枚しかないという非常に希少性の高いコインです。 AU55 はトップ2グレード、これサイト作った時ですが2枚しか存在しないコインのうちのトップ2グレードの1枚になります。表面の肖像ですね、先ほどの肖像と1845年のものと1856年の肖像がもう違うということで、表面フェルディナンド2世の肖像です。反対面の方も、こちらは同じですね。あの柱の上に王冠があって、翼を持っている男性というか天使というか、あと、杖を持っているのが特徴です。杖ではなくて盾ですね、盾を持ってます。反対面の方の裏面に30ダカットというふうに書かれているのも一つの特徴というふうになります。重量のとこちょっと間違ってたと思うので、 37.87g で、99.6% 金、直径が 35.5 ミリの、限りなく純金に近い金貨が、この1オンスの30ダカットです。こちらも NGC の鑑定済みコインが2枚しかないという非常に希少性の高い金貨になります。3枚目が1852年のイタリアのフェルディナンド2世30ダカット金貨 BCGS の AU53 です。こちらの方も1830年から1859年に発行です。重量が 37.87g、 99.6% 金で、直径が 35.5 ミリという非常に大型な金貨です。こちらも肖像面が1845年とも違い、1856年とも違うということで、オリジナルの肖像になっています。 BCGS の鑑定済みコインが全部で3枚、 AU53 はトップ2グレードの1枚です。こちらも、鑑定コインが3枚しかないということで非常に希少性が高いです。表面はフェルディナンド2世の肖像、右向きですね、年号が入っています。1852と入っています。反対面の方は先ほどの柱の上に王冠があり、翼がある、天使だと思うんですが、盾を持っている形になっています。基準価格ですね、1852年は VF で2200ドル、XF で4500ドル、
UNC で6500ドルということで、こちらの方は UNC 扱い、6500ドルの基準価格がついている非常に希少性の高いコインになります。一番最初にご紹介した1845年のものは VF が2600ドル、 XF が6000ドル、 UNC が8000ドルということで、こちらの方も非常に価値があります。でこの中で一番基準価格が高いのは2枚目の1856年のものですね。こちらは VF で2900ドル、 XF で6500ドル、 UNC で8700ドルということで、非常に価値が高いのが1856年のものになります。4枚目がイタリアの1564年エマヌエーレ・フィリベルト1スクッド金貨 NGC の AU53 です。1553年から1580年に発行、発行枚数が不明です。重量が 3.29g、 91.15% 金の金貨で、 NGC で鑑定済みのコインがこちらも1枚しかなく、 AU53 でトップグレードの1枚になります。表面の方が王冠と盾の紋章です。反対面の方はバラの十字架、王様がエマヌエーレ・フィリベルトです。在位期間が1553年から1580年、サボイア公国の生まれになります。まあ、こちらも超良血でサボイア系ということで、イタリアのピエモンテとフランス及びフランス語圏スイスにまたがるサボア一帯を支配していた辺境伯貴族であった家系ということで有名です。1713年にスペイン継承戦争の結果、シチリア王国の王位を獲得。1720年にハプスブルグ家とシチリア島、サルデーニャ島の交換を行い、サルデーニャ王国の王位を代わりに得たということで、非常に有名な一族です。イタリア統一運動時に核となり、統一後はイタリア王国の王家となったということで、フランス語名からは、サボア家と呼ばれることもあります。このサボイア家の有名な人物として、ビットリオ・エマヌーレ1世がいるということで、まあ、これイタリアの王様で非常に有名な人なんですが、もともとこのサボイア家出身ということで非常に有名な一族です。まあ、このサボイア系のコインですね、オークションの時に特集が組まれていて、この一族のコインだけで、特集がされているような非常に有名な一族のコインになっています。まあ、こちらの方割と安い値段、43万円なので、買いやすい値段だというふうに思います。実は今回のイタリアのこの1オンスの金貨はですね、限りなく純金に近いということで、38g ですかね、 37.87g ということで、まあ、1オンス超えをしている実は、金貨たちになります。で最初にちょっとレア度をお話ししてなかったんですが、1845年のものがレア2、1856年のものはこれなんとレア3ですね。で1852年がレア1ということで、非常に大型金貨でレア度がついているという、まあ、ある意味破格のコインだというふうに思います。まあ、基準価格も、UNC グレードで、まあ、これで AU58 ぐらいだと思うんですが、だいたい6500ドルから8700ドルということで、もともと価値が高く、鑑定済みコインももう1枚とか2枚とかしかなくですね、まあ、トップグレードとかトップ2グレードなので、レア度もついて非常におすすめのコインとなります。まあ、おそらくこれ YouTube にアップされた時に1オンス金貨で、まあ、R ついていて、まあ、特に1枚目の MS60 でトップグレード1枚だけ R2 っていうのは値段から見ると非常に安い1枚かなというふうに思います。まあ、残りの R3 も R1 もですね、非常に価値が高いので、まあ希少性の高いコイン探している人に対しては非常にお勧めできるというふうに思います。ぜひ YouTube の方ですね、質問があればコメント欄とか、あとメール、あと LINE の方にですね、お送りしていただければと思います。最後、今これ QR コードが出てると思うんですが、私が発行しているゴールドコインの LINE の方に登録するための QR コードになっています。あと動画の概要欄の方にもですね、 URL 載ってます。あと LINE 上でアットマークゴールドコインって英語で打ちますと、
私の先ほどのゴールドコイン発行の LINE にお友達登録できるようになってますので、ぜひ登録していただければと思います。まあ、これ個別相談というのをやってまして、30分間 Zoom オンラインで、私と、まあ、ご本人もしくはご家族まで含めてどんなコインがいいかとかですね、どれが値上がりするか、どういうふうに売ればいいかというような質問を、個別相談で受けていますので、ぜひうまく使っていただければと思います。Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。